県志布志市の市道で小学生が乗った車が走行中に後ろのドアが開き、乗っていた男子児童2人が道路に投げ出されました。警察によりますと、2人は小学1年生と2年生で、顔に擦り傷などを負っているということですが、命に別状はないということです。70代の夫婦が現金およそ1000万円が入ったバッグをひったくられました。取り切って、20世紀が丘、自然の力、宿の味噌、モルビット、自然の力、自分の力、レモンライフ、クリーンエッグ、青木のプレミアムウォッシュソース。地名は大橋だね、これ。大橋、地名は大橋って言うんだよ。船橋方面に向かって走っています。今年はすでに71億7000万円、去年の 1.5